今日は進化系佐野ラーメン。ここで一句。佐野ラーメン進化するならラーメン界最強。今日は佐野市浅沼町にある宝泉家さんに来ています。進化系佐野ラーメンに初来店。外観はとってもおしゃれです。あの看板笑っちゃった。見てください、リスペクト韓国。店内はカウンター席にテーブル席、清潔感のある店内です。ここが駐車場。メニューです。限定の他には普通の佐野ラーメンにネオとマグマ、すげえ。ジュースやアルコールもあるよ。餃子3個330円。おお、全体的に茶色、こんがり焼かれてます。なんか色が変わってますよね。それでは見てみましょう。あんが詰まってます。重いよ。割ってみたら皮はすごいもち、中も茶色が強めです。うまげ。それではいただきます。見た目より味は優しい。結構下味がしっかりしてると思ったんですけども、優しめでした。脳が混乱。皮はやはりもっちっとしてます。うまい。これ一口チャレンジ。まあ無理だ。うん。餃子もなぜかあんがいつまでも熱いです。肉汁もジュワッと。佐野ラーメンネオ800円。ドロロリン。私はこちら。柚子が乗っていて魚粉系です。もうすでに魚粉の香りがしてる。この時期さっぱりで良さそう。スープはどうかな。色は澄んでる系です。麺はうどん粉を配合した手打ち縮れ麺。食べ応えがありそうです。まずはスープからいただきます。わーやべ、うめえ。魚粉がすごい合ってます。かなりさっぱりしてますね。麺も長いな。縮れ麺の食感がとってもいい。もちもち感の食感もいいです。丼は少しおしゃれな形をしています。柚子の香りもきてうまい。そして上には白髪ネギに柚子、わけぎ、きれい。こんなに細いのも感動です。メンマが太め、いい食感。太いメンマは好きすぎる。白髪ネギに柚子です。一気に高級感が増す。そしてチャーシューは長い系、トロントロンなのが見てわかりますよね。うまげ。それではいただきます。柔らか、うま。麺を欲張って頬張ります。これ私かなり好みですよ。柚子も好きだし、魚粉が本当にいいんですよ。魚粉のラーメンこんなにも合うか。佐野ラーメンマグマ800円。ドロロリン。出ました、辛そうの一言。味は味噌と書いてありました。やっぱり味噌と辛いのは合うからね。スープ辛いのにネギの上には追い唐辛子。ネギは120円でトッピングしています。2種類のネギが嬉しい。スープはどうかな。とにかく赤いです。それではいただきます。結構辛さくるね。
思ってたよりに辛いです。でも味噌の感じがすごくいいですね。暑い夏に汗かいて悪いもの出しちゃおう。麺は安定に美味しいです。辛みもあるんですけど、辛いだけじゃないですよ。辛いけどうまいはこういうこと。私のラーメンまさかの、この流れは汁感だね。さっぱりしていてごくごく飲めちゃうんですよ。最後の一すすり、はい、汁感。餃子ごちそうさまでした。ネオごちそうさまでした。マグマごちそうさまでした。それでは振り返りです。平打ち縮れ麺めっちゃ美味しかった。餃子の皮もちもちしてて優しいあんがうまい。マグマは辛いけどコクが好きです。ネオの魚粉がラーメンにすごい合ってました。佐野ラーメン進化系には感動。本日はごちそうさまでした。